はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。サムネの時点で面白そうだな。It's not just a boulder. こちらやっていきましょう。クリア率 2.27%。このコースってこの鉄球から逃げろ的なやつ OK! よし。OK、急いで、もう判断が早いのごとく。よいしょ。こうどこまでも追っかけてくるな、鉄球さん。よいしょ。ほい。ふんだーマジか。いや、これ結構シビアだぞ。いけるか。ほっ、よし、オッケー、危な。よしよしよし。さあ、こっからここもすぐ始まるね。はい。ほっ。はい。ふん、オッケー、よし。さあ、次は右。はい、はい。で、こっち、オッケー、よし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 。多分まだもうちょい続くよね。よいしょ。はい。ふん、よし、ナイス。さあ、これそろそろゴールな気配。確かベストタイム的に、あと多分、一つ二つな気するんだけどな。その、あと一つ二つでミスるな、バカ野郎。よし、こう。で、次はこっち。しゃがむ。よいしょ。んー、危な。よし。そろそろクリアかな、ナイス。よっしゃい。ドキドキ、迫り来るテレサから逃げろ、オカリンさんのコースクリア率 0.79 やっていこう。さあ、ラン、オッケー、走れと。オッケー、走って逃げよう。このテレサからちょっと、ちょいちょいちょい、あ、ぶね。待って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 、来てる来てる来てる、大丈夫、危ない。まあ最初だから、ある程度タイムロスしても大丈夫にはなってるっぽいね。よし、オッケー。さあ、このまま一気に行けるなら行きたいとこだけど、ここは一気に行ける。よいしょ。ここちょっと念のため。ちょっと嫌な予感するよ、これ。よいしょ、こう行きます。おー、なるほど。ここは、バランスってか、行きすぎず、で、戻りすぎずみたいな。うわー、ちょい待って！わかるか？よし、ここでオンオフ切り替えて、で、この後だね。この後、ちょっとこれギリギリこっちの、右に寄っといた方がいい気する。これでオッケー。よいしょ。左とも余裕できるから、やっべ、やばい、上。よし、やっと戻ってこれた。さあ、こっから、よいしょ。で、落ち着いて、よいしょ。はい、飛ぶ。よいしょ、いけるね。よし、これでクリアかな。多分、時間的にもちょうどいいね。オッケー。メガロバニアクリア率 0.45 やっていきましょう。このコースの制作者の T クリさんってあれだね。ちょっと前に、アズリエルの再現コースを俺が動画にした、あの職人さんだね。さあ、今度はサンズ戦やっていこう。よいしょ、ばっか飛べ。よいしょって言ったんだから。なるほどね、これ開幕いきなりの先制攻撃、飛ぶタイミングどこ行っとんね。いや、開幕の先制攻撃、本家だったら、1ミスで行けたんだからさ、2回も死ぬなって。よし。ちょっと怖いな、ここ。よし、こう。オッケーか？これは何？あー、なるほど。なーこういうビームあったね。よし。これはここ。はい、ここ。で、こう。オッケー。よし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 。さあ、こっから第一ターン。これ、ショージャンだよな。ここ真ん中で受ける。こんな感じ。意外と、ショージャンじゃなくて、ある程度、ちゃんと余裕持って飛んだ方がいいな。あー、飛びすぎ。1回、はい、2回。3回、4回、はい、5回、はい、6回、7回、8回、9回、10回、11。え、まだやんの？結構俺耐えてるよ。おー、来た、よし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 。次は、あー、はい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 。え、これは、どのタイミングで降りたらいい？ここか？このタイミングで降ります。ここで降りる。オッケーオッケーオッケー。こういう攻撃あったね。よいしょ、サンズ戦で。よし。で、ちゃんと演奏も聞こえてるっていうね。クオリティ高いな、ほんと。うわ、ぶな！よし。で、こう、あ、こういうのも、よいしょ。あって、これはこのマリオのステージ。ここはもう得意分野だよ。あ、ぶねえあよし、この後、ここもう一気に行っちゃう？こうやって。よし。で、ここ、お、あ、ぶねえそこの音符ブロックマジで怖い。ああ、いけるあ、死んでる？なんで？あれはなんだろう？スクロールにやられた？それとも、あれかな？ボムにやられた？まあ、とりあえず右押しっぱでいっか。ああ、右押しっぱで大丈夫だった。ってことはあれか、スクロールにやられただけか。さあ、こっからは？はい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 。さ
3段ごとに分けられたビームを避けていきましょうみたいな。ライフが1つあって助かった。よし、オッケー、耐えた。さあこっからよいしょ、でこうほい、ふっ、オッケー、危ない。よし、でここドア入ったらこれもう一回繰り返す感じかな。今度はメットのライフポイントはなし。あぶね、こう、あれなんかさっきと微妙にパターン違う、なんか違う気するよね。よいしょ、はいはいはい、なあマジか。よし、後半戦、ここまでメット保持で来れてるのでかいよ。よいしょ、 OK でこうで一旦ここでやり過ごす。 OKOKOK、 これはとりあえずここは超えたでしょ。よいしょ、できればここもちょっとメット保持でいきたい。 OK でこれで多分下いけるのかな。そうだね、よし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 。さあこれで土管入ったら、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ、なんかライフポイント結構増えたね。リンクと、よいしょ、メットで、よいしょ、だいぶ心に余裕はできてる。あ、これあれか、あのスペシャル攻撃の手前のやつ、あ、いけたのでは。よしよし、さあこっから回転攻撃が、あれあれ、これ最後の回廊終わりないんか。さすがにそこはあれかな、スペースとかパーツが足りなかったかな。楽しかった。そういえばこれ大昔にさ、コース募集でこのエマメンズさんに投げてもらったやつで全然クリアできなくて諦めたやつなんだけどさ、今ならできる気がする。さあ一発マリオ上下3連、こちらやっていきましょう。クリア率 0.23%。 よし、これね、そうこれね、この天井の高さ1,2,3マスのここにある針って、どんだけちっちゃくジャンプしても、あ、今のはちょっと強すぎるけど、強すぎるけどさ、仮に成功したとしても、どんだけちっちゃいジャンプでも天井の方に当たっちゃうんだよね、こんな感じで。でここでどうするかっていうのが、これね、ジャンプした後空中で着地する直前にもう一回ジャンプを押すっていう手段をするとね、なんかこの最小ジャンプ、本来だったらこれ以上ちっちゃくならないジャンプが、もう一段階ちっちゃくなるんだよね。それを使う。なあ、くそ!っていうね、そういうコースだと思う。あとは、スタートの位置の調整。なんでクルリン決まんない?とりあえずまあ、このさ、鼻のところ。ここをスタート位置にして、まあ、こっからちょっともうちょい前でもいけるのか、みたいな、そういった修正は後々やっていこう。うわ、マジか!というわけで、こっからちょっとこんくらい前に出てみる。ああ、とりあえずこんくらい前でもスタートはできるわ。オッケーオッケーオッケー。まあでもさっきあそこまで行けたならこの方法で正解だと思うんだよな。よいしょ、オッケー、ナイス。